今日はロゴスドゥーブル XL ツールームのテントを一人で設営していきたいと思います。いつも妻と二人で設営してるんですが、今日は一人でできるかな。あ、そういえば前々回空調服のレビューをしましたけど、やっぱり私の場合はベストよりもこの今着ている半袖の方が涼しいような気がします。なんか風がですね、ちょうどこう脇の方から吹いてきて、脇汗かかなくて気持ちいいです。まあ個人差はあると思いますけどね、長袖がいいっていう方もいらっしゃると思いますけど、ベストか半袖で悩んでるなら半袖がありかな。一人で設営する場合、この使い石があると便利ですね。これは以前パーゴラの使い石用にと作っておいた余りです。余りって言ってもまだパーゴラできてませんけどね。まあ本当あると便利なんで、買ってもよし作ってもよし。作り方はこんな感じに、コンパネをカットしてその中にモルタルを詰め込んで、羽子板を差し込んでる状態ですね。ぜひおすすめです。YouTube でこの同じテントを設営している YouTuber さんを見ていると、うまい、ほんとうまいですね。でもね、最初からみんなうまくないと思う。練習すれば多分もっとうまくなるし、もっと早くなると思う。頑張りますよ。あー、そこそこ、そうそうそう、違うよ、そこをああした方がいいよ、こうした方がいいよって思って見てるでしょ。こうやった方がいいよっていう意見あったらコメントいただければ幸いです。よろしくお願いします。今回ウェアを赤にしたから、アームカバーも赤にしたんですよね。でも今いろいろあるんですね、柄がね。なんかこんなひまわりみたいな柄とか、あとこのやんちゃなタトゥー柄とか、さすがにこれはやりませんけどね。そしてこれこれ、ちょうど真ん中の天井の部分を貼るためのこの細い棒、ゴム糸が切れちゃってます。まあこんなのはね、ホームセンターに行くと買えあると思うんで、こんな感じですね。今回はこれでしのぎます。あとベンチレーターを開き、
を言うとですね、私全くキャンプに興味がないんですよね。これ言うと多分キャンプ好きの方たちからなんでそんなテント買うのって思われると思うんですけど、妻が大好きなんですよ。ああ、妻がキャンプ好きなんですよ。これはハンギングパラソル用の重しをモルタルで作ったやつですね。重しあると結構便利ですよ。ぜひおすすめ。かっこいいでしょ。どうかな、自己満。まだまだね、やるべき DIY がたくさんあるんですけど、まあ皆さんたちの期待を裏切らない程度に頑張っていきます。まあ私のキャンプスタイルは主にグランピングですね。山とかキャンプ場に行かず庭で楽しむようなキャンプ、グランピングなので、ベーコン焼いたりピザ窯作ったり、そんな感じかな。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。おやすみなさい。